チス、誰も知らない狩人、イカレタコスケです。夜なんでね、今日はまったりと行こうと思います。先日モンスターハンターライズの公式ツイッターの方から、ちょっとした情報が発信されましたよね。モンスターハンターライズサンブレイクでは新しい鉄柱主義の追加を、予定しておりますってことで、意外や意外、されるんだろうなとは思ってたけども、公式から明言されたこと自体がなかったんですね。というわけで鉄柱主義が追加されますよと、それと前に状態ショートでも出しましたけども、かきり虫を使った、いやかきり虫使ったって言ってないかな、壁を使ったのもいけないな。なんか新しいモーションを、なんか追加しますっていうね、意味深なツイートもやってきて、ちょっとずつサンブレイクの全容というか方向性が分かってきたんですよ。で、私鉄柱主義の話が来た時に最初ね、なるほどなと、ダブルクロスの方向性、ダブルクロスというね、モンスターハンターライズワールドの前にあったモンスターハンターがあって、モンスターハンターライズの鉄柱主義であったり入れ替え技っていうのはこのダブルクロスにあるスタイルと仮技から来てるんですよ。これまたね、ダブルクロスの方もすごいややこしいというかね、複雑になってまして、スタイルを選んでさらにそこに入れ替え技のようなものを組み替えるっていう、ライズよりもさらに、自由度が高いといえば自由度の高いシステムになってたんですよね。で、モンスターハンターライズその中からね、いいとこ取りと言ったらあれですかね、でもいいとこ取りみたいな感じで、その中のスタイルがね、全部で6個あったんだけども、当初にあったエリアルスタイルと武士道スタイル、この2つのいいとこ取りをして、ライズの武器に振り合わせたような感じになってるんですよ。ちょっと細かい武器集にまでは全部はちょっと目がいかないんですけども、双剣とかその辺りを見るとね。で、名前は変わってるんですけど、その当時のまんまみたいな技もたくさんあります。例えば、鬼人空部であれば、モンスターハンターダブルクロスのエリアルスタイルだし、で、鬼人か獣にも、元があります。なんだっけ、獣か鬼人かみたいな、ビーストモードみたいな、ちょっと仕様違うんですけどね。そういった技がありました。なんで、もしかして、ダブルクロスを基準にして、また、サンブレイクでも、そういった形を取るのかなと。ダブルクロスでは、私、ダブルクロスはね、後からやってるんで、そのバージョンアップ前後、そんなに具体的に感じてないんですけども、追加されてるのが、ブレイブスタイルと錬金スタイルっていう、通常のスタイルと比べると、だいぶ毛色の違ったスタイルが2つ追加されているんですよ。ブレイブスタイルっていうのは専用のゲージを持ってて、ブレイブスタイルにならないと弱いけどなったら強いみたいなね、ブーストモードみたいな感じですね。なんで、テクニックがある人はずっとブレイブスタイルで強いまんまでいられるみたいな、そういう仕様ですね。で、錬金スタイルってのはもう今回もね、マカ錬金壺あるから、わからないですけども、錬金ゲージっていうゲージがあって、これ全くわかんないんだけどね。私ほんとマジでやったことないから。これなんかアイテムを錬金しながら戦っていくっていうね。噂によると、ガチで使えるところもあるみたいだったけど、基本的にはネタみたいな話をね、私は聞いております。面白いスタイルだよね。面白スタイル。マルチとかだったら使えたのかな。そんな感じのスタイルが2つ追加されました。なんで、モンスターハンターライズサンブレイクの方でも、ダブルクロスを踏襲して、そういう形で行くのかなって思ったんですよ。簡単に言うと、入れ替え技がいっぱい増えるのかな。でも待てよと。入れ替え技？でも、ツイッターの方を見ると、入れ替え技の文字は出てないんですよね。入れ替え技も増えるかもしれないですけどね。ただ、あえて鉄柱主義を追加していきますみたいなことを指名してる以上、鉄柱主義が増えるんじゃないかと。で、この今、双剣の出してますけども、上2つっていうのが基本的にはダブルクロスでも見かけたようなスキルの入れ替え技なんですよ。で、3つ目。この鉄柱残滓であったり、これ、棺越え、館越え、なんだっけ。これが、簡単に言うと、かけり虫を使っているんで、専用の、ライズ専用のとか、ライズでしかできないモーションなんですよね。なんで、ここが、おそらく、追加されるんではないかなというか、決定されているんではないかなと。で、なんだっけ、壁際モーションだから、画像のハンターが壁にひっついているから、
壁のモーションが増えるんだったっけな、まあ、ちょっと忘れちゃったけども、その前にあったツイッターのそのモーションのことも考えると、どっちかっていうとダブルクロス寄りにするのではなくて、まあもちろんダブルクロスの要素を取り入れてるんで、そこも広げていく可能性はあるけども、でもどっちかっていうとやっぱりかきり虫関係のシステムっていうのを増やしていくんじゃないかなと思われます。どういう形を取るか全く分かりませんけどもね、鉄柱斬士と、棺越えがあって、ここにだってプラス1個、この技っていうのは割と単発で使う技なんで、まあ、全体的なモーションっていうのは、まあ、戦い方っていうのは少し変わるかもしれないけども、ダブルクロスのスタイルほど大きくは戦闘方法が変わらないわけですよ。って考えると鉄柱主義1個追加ではちょっと物足りない感じがしますよね。で、ワールドからアイスボーンに行くときにクラッチクローっていう、もう完全に狩りのシステムが変わってしまうような要素が追加されてきました。なんで今作もそういったものを必ず入れてくると思います。まあ、今作からの人にお話しするとね、それがね果たしてどうなるのかなと思っているんですけども、まあ個人的に削る方向はないと思うんだよな。これはまあどの時代でも結構言われてますけども、まあ僧侶苦手とか百竜夜行めんどくさいとか、アイスボーンだったらクラッチクローは傷つけは嫌だったとか、そういう意見はあるんですけども、でもまずそれ削っていくってことはないと思うんですよ。それ削っちゃうと、そもそもじゃあその1個前が本当に失敗だったってことを発売元自ら認めるようなもんじゃないかってことなんで、あるとすれば選ぶっていうのは一つあるのかなと。まあ、これスタイルなんかもね、選ぶことによっていろんな可能性がありましたけども、例えばブレイブモードと錬金スタイルみたいなもの、先ほど説明したブレイブスタイルと錬金スタイルみたいなのを選んでもらって、でソロだったらブレイブが強いと、で、マルチだったら錬金スタイルが面白いと、強いというかね面白いとみたいなね、そういう使い分けをしてくる可能性ってのはまず一つあるよね、そのかきり虫以外のところで言えば。だからここがね、ここはコメントでぜひ聞きたい。かきり虫の関連のバージョンアップってなんだろうなと、なんかあるかい。ここがね、私ね全然思いつかないんですよ。単純に例えばかきり虫ゲージを増やすとか、そういったものであると、だからいまいちバージョンアップとしてはね、それはかきり虫の最大所持数とか増やせればバンバン飛べるから楽しいかもしれないけども、でもそれはかきり虫3つ保持してる状態である程度うまくやればできないことじゃなかったんで、4つになっちゃうと無限に空飛べる可能性があるんで、もうちょっとそこまでいっちゃうとあれだよね、システムの深みを作るというよりは、まあ、どっちかっていうとチートコマンド解放みたいな形になってしまうんで、それではないのかなと思うんですよ。なんでかきり虫関連、まあ、先ほどのツイートに言ってた壁にひっついてたモーションとつなぎ合わせて何ができると面白いのかなっていうのを、これぜひともちょっと想像力豊かな人に教えていただきたい。で、百竜夜行なんですけど、これはね、私ねこの間動画出して分かりました。百竜夜行はやっぱりあれは初心者向けですね。なんでサンブレイクは前の動画で、だいぶ前の動画で言いましたけども、サンブレイクっていうのはモンスターハンターライズやってまだやり足りない人が高難易度に挑むためのコンテンツなので、まあおそらくライズである、程度ぬるいって言われてた部分もだいぶ厳しくはなると思います。これに関しては、これは逆にライズクリアしてヒヒ言いながらクリアして、うわサンブレイクも難しくなるのかなって思ってる人はやっぱね多少トライするつもりで買った方がいいとは思いますけども、一応高難易度コンテンツってことになってからね、毎回ね。サンブレイクはそういう銘打ちあったか忘れちゃいましたけども、で百竜夜行は現状はやっぱりね倒しやすいモンスターが、例えば大物ディアブロス、主じゃなくて普通の大物ディアブロス、これ普通にディアブロスと戦って勝てない人でもとりあえずディアブロスの素材がゲットできる、かなり難易度下げた状態でできるし、それからまあ主であったりとかね、そういったモンスターっていうのも普通にクエストで戦うよりもやっぱりかなり楽に倒せるようになってます。なんで百竜夜行はやっぱりそこは普通にモンスターと一対して向き合った時に
あの借りきれない人のための、まあ、救済措置っていう点は大きいんじゃないかなと思いますが、これが3ブレイクになった時にどこの方面に行くかだよね。個人的にそこそこモンハンやり慣れてる身として百竜夜行やっていくと、まあ、きちんとシステムというかその設置武器とかを使って設置する兵器とかをうまく使ってあのこなしていくスタイルなんだけども、あのサブ任務があるでしょ。このサブ任務が割と大変なんですよ。相当練習しないとソロで、まあソロ、まあマルチだとね、比較的簡単って話を聞くから、まあマルチ専用コンテンツだよって話になるかもしれないけども、じゃあマルチですごくぬるいのであれば、もしかすると、まあマルチでもかなり詰め込んでいかないと、SS ランククリアが難しいみたいな感じになっていくかもしれないね。多分クリアはやっぱやらさせるんじゃないかな。何回落ちても、ランクは下がるけども、とりあえずボスを討伐すればクリアっていう形は続けるんじゃないかなと思いますけどもね。まあそんなお話をね、今回はさせていただきましたけども、いやーちょっとね、聞いてみたいところですね。私予想は何個か立てて喋りましたけど、ぶっちゃけどれが来るかなんてのは全然わからないです。ダブルクロスを、まあ、モンハンクロスを踏襲してアップデートしたらダブルクロスみたいにアップデートされるのか、それとも今現状、どっちかっていうとワールドとか、ダブルクロスの、まあ、オマージュじゃないリスペクトが多く見受けるけども、サンブレイクに行くにあたってモンスターハンターライズとしての特徴を伸ばしていくのか、その辺はねちょっと私は読み切れないのでね、ぜひともねコメント欄に教えていただきたいなと思いました。大丈夫か、まだ話したいことがいっぱいあるんじゃないのか。でもまあ今回はラジオってことでもうちょっとお話をしていこうかなと思います。これモンハンライズ関係ないんですけど、私がね今注目しているゲームっていうのはツイッターとかでは散々ぼやいていますが、来年ね、まあモンスターハンターライズがすげえアップできたらちょっと私のスケジュールも変わるんだけども、急にね年明けとかに来ちゃったら変わってしまうんですけども、来年の1月にポケットモンスターアルセウス、ダイパー私買わなかった、ダイパーめっちゃ今盛り上がっててすごいやりたい気持ちもあるけども、あの初代ダイパーをやってなかったからなんか悔しくてリメイク買わなかったんだよね。だからここでアルセウスに入ってアルセウスという新しいポケモンからちょっとね遊んでみたいなといったところで、2月にまあこれも動画出しましたね、エルデンリング、私の初めての実況プレイはね、ニコニコ動画でもう7、8年前になりますけども、エルデンリングを出す会社フロムソフトウェアのダークソウルがその初めてですんでね、もうここは話せないかなといったとこです。そして個人的に発売から1年以上経って、もう動画に出てますけども、探してもらったら分かると思いますけども、ホライゾンゼロドーンというゲームをやりました。まあ、あの絵柄とかを見るとまあそんなにまあまあ面白いかもしんないけどみたいな感じだったんですが、まあ、機械の恐竜が闊歩する世界を、まあ、アクションサバイバルしていくっていうゲームですね。まあ、サバイバルっていうよりも、まあまあ、オープンワールドでストーリーを進めていく感じなんですけども、このホライゾンゼロドーンがねアホほど面白かったんですね。昨今でも私やって面白かったゲームすげえいっぱいあるけどね、ラストオブアス2もそうだし、デスストランディング、赤狼とかね、もうそう考えるとやっぱ年に何本か死ぬほどハマるゲームっていうのは出てくんですよね。なんでね、今のところ私個人が非常に注目しているのはそちらなんでね、まあ、ちょっとついでにここまで聞いた人もね、もしなんかないかなと思った人はちょっと調べてみてください。まあ、機種がプレステとスイッチとで分かれてるんで、ちょっとあれですけども、まあ、今現状としてもまあそんな感じですね。モンスターハンターライズの動画に関しては、まだ全然出していくつもりですけども、まあさすがにね、サンブレイクの後に、まあ、そういったツイッターで情報は出てるけども、まだ大きな追加情報っていうのはないですね。ただ年末ぐらいに来るんじゃないかなと思っています。というのも、これも前のなんか動画で話しましたが、夏に発売ってことなんですが、夏最速だと6月、まあ7月
ぐらいなんですよ、大体ゲームの発売っていうとね。でモンスターハンターは基本的にもう 2,3 ヶ月前にはテストプレイじゃないベータ版っていうのが配信されます。まああとスチーム版も来るしね、スチーム版の時にやっぱりなんか追加情報来るんじゃないかな、盛り上げるためにね。でもう 2,3 ヶ月前ってことになると、多分だからお祭り状態になるの、サンブレイクのベータ版が来るぞみたいなことになるのが最速3月ぐらいじゃないかなって。あんまりね、モンスターハンターはね、新作のそういった実機プレイできる発表の時期っていうのをね、なんかあんまり手前で話さないんだよね。多分一回みんなそこで盛り上がるけど、1ヶ月とか経っちゃうと、2ヶ月とか1ヶ月経っちゃうと、まあ、そこまで熱が下がっちゃうだろうからっていうことだと思うんだけど、結構早いんですよね。モンスターハンターライズもそうじゃなかったかな、来週とかさ、そんな感じで発表されるんですよ。でもベータ版の期間っていうのはすごい長いので、多分ね3月4月ぐらいにはもうプレイできたり、まあ、もしくは大体プレイできる期間っていうのが発表されるんじゃないんですかね。なんで、まあ、そこまで考えると本当 Steam が発売した時にモンスターハンターライズの、まあ、アップデート的なものってのがなければもうないんじゃないかな、サンブレイクまで。だってもうそれぐらいしか期間ないからね。今12月の今6日ですけども、こっからあと1ヶ月ぐらい、まあ、イベントとかはもうずっと毎週来ると思いますけども、まあ、イベントも結構やりごたえあるけどね、今来てるのね。重大事変もシリーズ化決まりましたしね。なんでもしかするとその Steam 版あたりを考えると、そのあたりで大型アップデートがなければ、サンブレイクまでのアップデートっていうのはないかもしれないね。まあサンブレイクがベータ版発表の少し手前ぐらいに熱を盛り上げるために、何かしらもうでかい新モンスターの、前なんかなかったかな、そんなのな、新モンスターの G 級じゃな、まあマスターランクじゃないバージョンのやつとテストで戦えますみたいなの、あれはフロンティアとかだったかな、まあ、ちょっと忘れちゃいましたけどね。そういった形のね、ちょっとなんつうの、お祭り前夜的なイベントっていうのは追加されるかもしれませんけども、まあ何にせよもうサンブレイクもなんやかんやもう少し、まあもう少しっていうと語弊があるかもしれませんけども、まあ比較的もう12月だねっていう感じですね。まあただスチーム版出る時のなんかイベントとかねあるかもしれないんで、ね、まあもし大きなイベントはなくても、記念の装備とかのイベントクエスト、割とモンスターハンターはねやってますからね、そういうパソコンとコラボしたりしてねやってましたから、まあ、そういったのをちょっと期待していきたいところだ、出すってなわけで、まあ、だいぶ話しましたね。まあ、夜のねラジオでございました。特になんか聞くこともなくて、ぼーっとなんか聞きたいなと思ってた人が聞いていただければこれ幸いといったところ。それでは誰も知らない狩人イカレッタコスケでした。おやすみ。